改めまして、ただいまただいま帰ったよ、アメリカから帰国したよ。まあ、そもそもどこに行くかみたいなのさ、旅行の時とかはさ言えないからさあれなんだけど、特にね今回はちょっとアメリカにね、カリフォルニアにねちょっと行ってきましてね、やっぱね、みんなにね、前もってさ、言ってたらさ、すごい心配されたんだろうな、と思いながら、行ってきました。そして、無事に帰ってこれた。外に捕まったんじゃねえかと。なんでだよ。で、どこに行ったかっていうと、カリフォルニアディズニーと、USJ と、あと、まあ、ロサンゼルスですね。ロスサントスだけど、猫的には。ロスサントス、リアルロスサントスに、観光に行ってきました。あと、ハリウッドとかね。そう。もう本当にね、すごかった。マジで GTA の世界で、ロスサントスじゃんって。なんか、猫ここ来たことある。初めての感じがしねえよってね、すごいね、恥ずかしながら思ってたわけ。タクシーに乗りながらさ。うわ、この街並み見たことあるみたいな。え、ここマイコーの家じゃねとかさ。え、この会社、ミコはこの会社に、あれだよ、ミコ、この会社に入ったことあるよとか。もうそのぐらいね、再現がすごいんだなってね、改めて GTA のね、街並みの凄さを知りつつも、もうマジ聖地巡礼、ミコの気持ち的に聖地巡礼してきたの。もう本当にすごかったの。ロスサントスね、毎回行ってる遊園地、まあ、ビーチ側の方はね、行けなくて、時間がね、ちょっと足りないし、ってことで、行けなかったの。だからこれは、まあ、次回、もしまたアメリカとか行くときになったら、絶対に行こうってね、思ってね、ちょっとね、もうね、ドキドキしながら行ったけど、すげえね、疲れたけど、めちゃくちゃ楽しかった。あとね、今日ミコがツイートした、なんかハリウッドの床、なんか星のマークの床のなんか、ハリウッドスターの名前が刻まれてる床があるんだけど、なんかそれをあたかもなんか、自分の名前も彫れるみたいな、なんかお土産キットをゲットしまして、これをミコが加工したっていう感じなんですけど、結構みんな騙されていたね。はい。これは、ポップコーン片手にいるハリウッドのミコね。こんな感じでした。いやー、すごいね、楽しかったよ。